チェーンのご紹介します。こちらのタイヤチェーン、主に、軽トラック軽バンの、タイヤチェーンになります。 145R12LT と書いてあります。この 145R12 非常に多いですね。あとは1556513、これが軽乗用自動車の13インチに多いですね。あと、少し前になりますと、145802、これが 145SR12 というのと同じなんですが、あとは145813、135SR13 と書いてありますけどもね、これ135813と同じですね。このあたりが、そうですね、12インチ、13インチの車輪が、比較的車輪直径が小さめのものに、対応する、チェーンになります。そして少し細めのタイプになりますね。これ、これが一番お手頃な価格帯のものです。アスファルトに、設置するこのクロスチェーンという部分ですね、実際のここの、クロスチェーンの部分が、太さが5ミリの線形がありますよということで、こちらが4ミリの太さを使って5ミリの設置部分のチェーン、クロスチェーン、チェーンを使っているというのが 4×5 というやつですね。これが一番細くて、まあ、お手頃なやつです。まあ、ちょっと耐久力の面では少しね、細いので、切れるのは早いと思います。そして、